どうも、ウェダックスとわさわさこでーす。はい、本日は、USB マイクですね、こちらを紹介していきたいと思います。はい、言葉音が SRAU01K2 です。で、K1 と K2 があって、 K1 は多分マイクスタンドがこんな感じの、これは多分置き型みたいになってるやつだと思います。で、まあ音質を安いUSB マイクと、安いから買っただけの USB マイクとちょっと比べてみたいと思います。はい、はい、まずは開封任せてください。はい、開封できて組み立てられました。マイクスタンドとウィンドカッターですね。で、ウィンドマフ、これがいらない人はこれを風防をつけてくれたらいい感じ。うん、まあこれで喋れば、こんにちは。ラジオっぽくなるっていう、ね。こんにちは、わさわさこです。うん。で、音質の違いをせっかくなのでちょっと試してみたいと思うんで、はい、こっちでわっさんが喋ってみて、高さちょっと違うけどまあしゃあないな。近づいた方がいいですか？そういうの。こんにちは。じゃあ、今からテスト録音して聞き比べてもらいたいと思います。はい、それでは USB マイク2つ比べてみたいと思います。とりあえず安いという理由で買ったファイファインのマイクからワッサンの声でテストしてみたいと思います。では、好きな食べ物はキクラゲともやし、座右の銘はお金は私を裏切らない。どうも、わさわさこです。誕生日は3月の22日です。次の3月の22日で25歳になります。どうも、わさわさこでーす。15秒。はい、それでは、7RYMS の K2 というマイク、こちら紹介するマイクですね。こっちでテストしていきたいと思います。では行きます。好きな食べ物はキクラゲともやし、座右の銘はお金は私を裏切らない。どうも、わさわさこです。誕生日は3月の22日です。次の3月の22日で25歳になります。わさわさこです。はい、ということで、USB マイクですね、2個比べてみました。どうだったでしょうか。基本的にちょっとここで聞き比べたんですけど、あんまりよくわからなかったイヤホンとかで聞くとよくわかるかもしれない感じですね。で、まあこっちの方がね、こういう、なんですか、見た目がすごい、すごいかっこいい、マイクスタンドがしっかりしてるんで、ラジオの DJ っぽくなれるんじゃないでしょうか。で、もう一パターンとしてマイクスタンドがついてるパターンもあるみたいなので、興味のある方はチェックしてみてください。多分 Amazon で今売ってるかどうか謎なんですけど、あと、ここにね、7って入ってるのが地味にかっこいいかな、うん、なんかかっこいい気もする。あとミュートボタンがついてますね、こっちにはない。あとイヤホンジャックがあるわ。これでちゃんと音モニターしながらもできるね、 DJ やね。いいですね。うん、という感じです。はい、本日は 7RYMS から出ている AU01K2、 こちらの方を紹介してみました。はい、本日はこれでにて終わります。ウェダックスとわさわさこでした。はい、バイバーイ。バイバーイ。